さあ始まりましたチャンスの時間、今週も元気に参りましょう。はい、西澤ちゃんの、はい、エッセイ、フォトエッセイが、はい、めでたく発売されましたね。ありがとうございます。はい、フォトと自分のエッセイ36本です、ね、思うこととか、はい、すごいね。勝手に使われてる。それ勝手じゃないですよ。その辺ちょっとなんか勝手じゃないです。仲間にせんといてくれ。仲間じゃないんですか。ちゃんとあのチャンス一緒にやってる感あんまり、チャンスの時間のこと結構書いちゃったので、なんか俺らも帯書かせてもらったんですけど。ありがとうございます。そうなんです。もうびっくりしたな、読むのびっくりした本当に。びっくりしました。なんか一回粒貝ぐらいでポトンとって粒貝の話があるの。なぜ粒貝を好きになったか、はい、知らない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 な。うわ、読んでくださって嬉しいです。知らない知らない知らないこれ結構一押しのペースです。西沢の魔女の宅急便、知らない。これがだから本屋の日ではもう絶賛発売されてますが、はい、今日はねまだしてなくて、この収録の2日後にはお渡し会も。何やその会お渡し会、はい、来るかどこでやんの。渋谷の HMV です。 HMV ですごい箱を押さえて。マジでどれぐらいの人が来るのか見たいわ。そうですね、マジでちょっと撮っていい、まあ、いいですか。結構の応募来てる。ほんまに写真とか撮れる。はい、1冊券2冊券あって、2冊券の方が2冊券、はい、2冊を売るの。はい、何をこれを2冊買う人なの。2冊券の方はツーショット写真があるっていうので、そっちの方が売れてるみたいです。それで人が来るんや。そうみたいです。すごいね、アコギなことしてるな。いやいや、これ2冊いらないいらない。マジでこれマジでこれを2冊買うやつがどんな人間なんか密着してくれ、マジで。いますかな。インタビューとかちょっと撮ってください。すごい、どういう生活を送ってる人がこれを2冊買おうとするのか。気になるお渡し会の様子は番組の後半で。さあ、そして本日のゲストは松平理子ちゃんです。よろしくお願いします。リコちゃんもなんか持ってるもんね。ちょっといいですか、私も紹介しても。はい、うわ、なんかすごいのが、ね、こういうことやさあ、ぜひはい、さんに。こういうことや、わ、欲しいもんっていう写真集ですね。はい、25歳を記念して写真集を出させていただきました。はい、そうかそうか、すごい攻めてない。結構攻めました。ありゃすごいな。桃尻がいっぱい写ってるので、ぜひお尻が好きな方がいらっしゃったら。こういうことや。ちょっと待って、ちょっと待って。なんで欅坂でやってたリコピが、はい、がここ、ね、欅坂がこれやで、アベマでこれ脱ぎ散らせ脱ぎ散らせよ。すいません。チャンスの時間、フルで見られるのはアベマだけらしいね。プレミア会な、今まで配信してきたチャンスの時間の名作を見られるらしいね。見られたくないけどね。この動画の続きはここをクリック。